昨年もこの馬の紹介は私が担当させていただきまして、持ち時間をオーバーしながらも今年こそつけていただきたいとお話をさせていただきました。その思いが届いたかは定かではありませんが、馬産地中では産駒の出来が素晴らしいという評判が春の時期に大きく広まったようで、昨年は前年を上回る種付け頭数を記録し終えることができました。大変誠にありがとうございました。そして今年はさらにさらにありがたいことに、昨年同時期のお申し込み件数をはるかに上回る数の申し込みを現時点で受けておりまして、さらに種付け頭数が増える予定でございます。国内産駒のデビュー年にかかわらず、またこういった展示会の場でご紹介する前からこれだけの申し込みをいただいているというのは、産駒の評判がさらに高まり、それが皆様の耳に届いているのだろうと思っております。私がここでいくら良いことばかり申し上げていても、実際の産駒の素晴らしさが伝わることの方がはるかに大きな説得力を持つのだと実感しているところでございます。低重心の馬体にボリューム感のある大きな筋肉、首の角度、頭の位置や高さなど、一見フレンチデプティを思わせるようなシルエットと、そして父ストリートクライが芝ダート問わず大物を輩出しているという事実を考えると、過去フレンチデプティがこの姿からは全く想像できないような芝の G1 勝ち馬、桜花賞勝ち馬や宝塚記念勝ち馬、または天皇賞春勝ち馬などを多数輩出したことが思い出されます。そのようなフレンチデプティのような活躍をするのではないかと期待していただきながら、本年もご愛顧賜ればと思っております。以上、ニューイヤーズデイでございました。柔軟でしなやかなフレンチデプティというような印象で、皆様も注目していただければと思います。ダートを中心に芝でも大物を出してくれるはずです。本年も変わらず種付き料は250万円で、お申し込みをまだまだ受け付けております。